ポケモンスタジアム2、イエーイ。ということで早速やっていきましょうか。プログラムでございます。カプリチュアスケレマセ、はい、ということでポケモンスタジアムということで今回ね単発実況をしようと思っております。ポケモンスタジアム2ということですね。はい、左じゃないですか。あのまあなんかいろいろと懐かしいのがね、いろいろ揃ってるんですけど、今回はですねポケモンスタジアム2戦うのではなくて、あと人間スタジアムして遊ぶことができるよ。これだね。うん、はい。うまい人、じゃあ好きなゲームを全部遊んでみます。はい。OK。私は寂しいですね。お手柔らかにちょっとスキルとりあえずあのリハビリだけでこの9つのミニゲームをやっていきたいというふうに思います。はい。じゃあこいつで跳ねる本ね。まあみんなで多分ねたくさんの友達とねこのね30代のおっさんとかたちはねこれをやったんじゃないかなと思ったりするんですけど。よいしょ。ジャスチンキュー何回行けばいいのか、まあ、あの、タイプの人はさ、入ってないから、まあ、でも、普通に早いやつが、普通になんか、取り付いてきたんだよ。すごいなんか、あの、もっとスピード経由してるから、タイプの人の調子が、すごいんですけど。これ、普通に、ギリギリの核兵の戦いをしてるってことは、俺多分強いとやったら、もう、ほぼ振り負けるよ。自信がある。はい。ということで、一つ目、跳ねるのコンボですね。はい。で、記憶ゲー。これ多分俺無理。ここに書かれた矢印の動きを覚えて、先生が押してると言ったらメーターが消えるまで10キーを順番通りに行って、体力が一番多かったやつが、まあ、勝ちっちゅうことですね。はい。ザバース、待て、チュッ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 、テレレン、テレレン、ジャン、ジャン。シュッから間違えてるんかい、おもろすぎるやろ。待って、チュッ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 、じゃあ2個ずつ増えていくのか。待って、あ、どうだったっけ、あ、忘れちまった、やばいやばい、違う気がする。チュッ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 、1個ずつ増えるっていうのはつらいな。はい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 、トゥ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 、これで火を当てるはず。さあ消えろ、消え去れ周りの息吹本願、自分が間違えなければ勝てるんだけど、これで大気本願消え去れ、これまた消えた、真ん中のやつ2人は起きて、トゥ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 、あっこれあの最後にフェイク入れてきやがった、トゥ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 、オッケー、これはもう間違えてるはず。さあ、消え去るんだ、赤と黄色。黄色消え去った。黄色、オーバーチ、オーバーチ。注目、あれ一個だけか。よし、オッケー。緑も消えたかなと思ったけど。あ、最後にピンク、ピンクめちゃめちゃ消えた。オッケー。トゥッ、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 あし、これ完璧じゃない？わー、俺の記憶力を舐めちゃいかんじゃん。あ、よし、で、見事にうまいこと消えてくれたね。あざあざあざ、さらばじゃん。ポンセクション5ポイントくらいついてくれてもいいんじゃないですか。じゃ別のゲームやっていきましょう。次のゲームはこれですね、シリコラ。こんなゲームだったんですか。あら、連打しながら、あれか、これね、ボスなんかさ強く踏み込まないと、じゃあ、あれなんか反応しねえ、飛ばねえ、ここまで、あ、飛んでくんない、飛んでくんない、マジかマジか、これ、俺が下手したんだけ、下手したんだけ、あ、ちょちょちょ、あー、ダメだ、あー、ダメだ、あー、ダメだ、もう終わった、そう、俺の負けだ、はぁはぁ言うてる、俺と一緒じゃん、そう、これはダメでしたね、はい、ということで、続いて3分の再現がつ、これなんかちょっとあんまね、できない気がするな。はい。この中に来ると、もうこれ初めてやった時に全く意味がわかんない。あの中に。
眠くなりそうなプレーだね。みんな上手くない？押してるのに、押してるのに反応しない、押してるのに反応しない現象って、押してるのに反応しない現象って、これなんか鳴ってくれたら死ぬとかあるの？小さっ！え？好きな顔してるんやな、スリープって。そして一番豪快に寝てるし。ああ、やっぱ強いなって、まともにやったら戦えないだろうな。ああ、楽しい。みんなもこう、なんか、ミツさんが騒いでるのを見て、楽しんでる？おぉ！なんか勝てないからつまんない。じゃあ勝てよってね。一番好きなゲームかもしれない。1000円の企画でも1000円の海とか金っていうのはどんな味するんだろうな。いらっしゃい。いらっしゃい。あ、これは 3D スティックだ。エビちゃん。あ、いった、これだ。エビちゃん。エビちゃん。あ、取られた、取られた、取られた。ちょっと待って、エビチョーエビチョーこのいっちょーこのいっちょーちょっと待って待って、食えねえ。どん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 壊れてってる。ちょ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 。オッケー。このいっちょーちょだらだら、俺とも、俺とも、俺が得意んだな。エビチョーよし、エビチョーエビチョーエビチョーないのか。いくら、いくらが取れん。こいつらはあれだな、腹が満たされるっていうことよりも、金額で負けたことが悔しいって、どんだけ人間っぽいベロリンガたちなんだって話だよな。ということで、シャーッパッてば、そう。持ち方むずくない？めっちゃいけんでね、これなんか全部勝つまでやめませんとかっていうのにしてなくてよかったよ。さあじゃあ硬くなりましょう。みんなこうかよ。トランスルどこよ。
これ、悟空死んだ？いや、まだ挽回のうちは、最後の最後に、俺は勝つ！ヘルアーの連続ですね。オッケー、これどういうのが正解なんだろうな。なんかもうスタート時点がもう遅いんだ。スタート時点で俺が一番遅いんだよな。もう最初のあの見込みが遅かった。よっしゃ待ってたー。結果発表。1、2、3、はい、完勝6敗。くそいずれ、リグルジの動画をどこかで上げるかもしれませんが、今日は本当に勘弁していただきたい。ということで、一人で叫びまくるみんなで音を合わせたいのに一人しかいない寂しいおじさんの一人叫びゲームでございました。ポケモンスタジオ2、ご鑑賞分ありがとうございました。また次回のゲームでお会いしましょう。さよなら。はい、はい。